ビトラハウスビトラハウスは、ドイツビュルテンベルク州、バイルアムラインにある建築物である。スイスに本社を置く、デザイナーズ家具の有名ブランド、ビトラ社が持つビトラキャンパスの敷地内にある。ビトラハウスは、世界的に有名な建築家ユニット、ヘルツォークドムーロンの作品で、細長く伸びた霧妻屋根の建物が交差するように、組み合わされている。 世界の有名建築家の作品が集まったビトラキャンパスの建物群に2010年に加わったビトラデザインミュージアムもビトラキャンパス内にある内部はビトラ社のショールームとしてリビングやキッチン、書斎など様々な部屋のデザインモデルが展示されているショップやカフェも併設各階の正面には五角形の大きな窓が配置されその独創的な外観は 日中も夜間も多くの人の注目を集めている。ビトラキャンパスの場所はドイツ領内だがスイスとの国境付近に位置し、スイス、バーゼルからのアクセスが便利。なお、ヘルツォークドムーロンは地元バーゼル出身の建築家である。バーゼル駅、バーゼル SBB から8番トラムでバーゼルクララプラッツバーゼルクラレプラッツまで約17分。 バーゼルクララプラッツバーゼルクラレプラッツから55番のバスにて約20分でバイルアムラインビトラワイル AM ラインビトラ下車またはバーゼル駅バーゼル SBB から鉄道利用バーゼルバーディッシャー駅バーゼルバットで乗り換えてバイルアムライン駅ワイル AM ラインへバイルアムライン駅ワイル AM ラインから徒歩約20分でアクセスできる ありがとうございます。